うございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイのヒーローです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は10月の15日でございます、はい、もう月半ば来ました。はい、はい、月半ば10月15日はどんな日なんでしょうか。ひなの日です。はい、はい、グレゴリオ暦制定記念日となっております。お、はい、はいはいはい、1582年の10月15日、うん、ローマ教皇グレゴリス13世がユリウス暦に代わってグレゴリオ暦を導入しました、うん、はい、はい、はいはいはい、ユリウス暦とはローマ帝王がユリウス・カサエルが制定した暦で、1年を 365.4 として4年ごとにウルド氏を設けました、はい、しかしこれでは1年が11分14秒長くなって、はいはいはい、128年に一度の誤差が出てきてすごい壮大な時間軸ね、これね。16世紀にはその差が 10日以上になってしまいます。そこでグレゴリオ暦を導入し、はいはい、1582年10月4日の翌日を10日間飛ばして、うん、10月15日すごいよね。誤差の修正を行いました。だから、まあ、はい、1500何年に そのこれを経験した人ってすごいよね、うん、そうですよね。4日の次の日が15日やもん。10日飛ばします。すごい。いやでもね、日本でも同じようなことがあったんですよ、うん、だから明治に、うん、いわゆるこのグレゴリオ暦、太陽暦を、うん、使うまでは、うん、江戸時代まではずっと日本は太陰暦だったんですよ、うん、で太陽暦っていうのは まさに太陽でしょ、うん、太陰暦って月の満ち欠けなんですよ、うん、で日本っていうのはずっと農業が主たる工業だったんで、うん、農業をやってる人にとってその月の満ち欠けで、うん、暦をやってくれる方が、うん、要はそろそろ 種まきの季節やなとか、うん、あもうそろそろ何実ってきてるから、うん、そろそろ刈り入れやなとか、うん、いろんなその農業上の、なんていうかな、そのイベントというか、うん、そういうのを考える上では太陰暦すごく良かったんですよ、うん、ところが太陰暦っていうのは普通に生活する上では何なんていうの、ウルード氏とかっていう問題じゃなくて、うん、ウルー月っていうのが出てきたりするんですよ、ね、あ調整するために、あ来月ウルー月になりますとかって言ってウルー9月とかっていう名前になったりするんですよ。でよくよく考えたら1年13ヶ月あるやん今年みたいな、なんかそういうのになるんですよね。そうすると商売やる人にとっては、うん、月末に回収しよう思っててんけどもう月末終わんのみたいな、うん、15日、明日からもうまた次の月に変わんのえ俺まだ回収できてないねんけどみたいな、そういうのがすごくややこしかったらしいですね。で明治になって、まあ、西洋諸国ともお友達になるからっていうので、うそっちに合わせて太陽暦を採用して太陽暦になったんですけどね。あ、はい、まあ、だからその時も突然変わったりとかするわけです。そうですよね。まあまあそういうのも日本も経験してるんですけどね。はい、そういう日となって、はい、そしてもう一つ、化石の日です。お、うん、はい、日本を代表する化石でアンモナイトの一種である、うん、はい、ニッポニテスミラビリスが新種として報告されました、1904年の10月15日にそれが発見されて報告をされたそうで、日本の化石考古物学、うん、じゃあは古生物学古生物学の対象の日として、より多くの人に、化石、などをね知ってもらうで関心を持ってもらうことが目的とされて作られました。記念日が作られました。にえ日ポニポニテスニラまんじゅうミラビリスミラねミラビリスニラじゃないのね。いや俺的にニラまんじゅうと思ってる。ミラビリス、ミラビリスですね。日本の医師という意味があるそうで、はい、ニポニテスっていうのがね、ニポニテスね、はい、日本列島カムチャッカ半島の沖に、うんうんうん、まあ、浅瀬にね生息していたアンモナイトの一種で、はい、その時は異常巻きアンモナイトとして、うんうん、言われてたそうで、その時にね取れたのが1個しか取れなかったので、なんかおかしい、ちょっと、うん、
ね、形変化したものやみたいなんで言われていたんですが、うん、1926年にその形がたくさん出てきて、うん、これはあの普通の種類の一種だったやったっていうのが認識されるようになった。なるほどなるほど、はい、はい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 、ニポニテス、はい、ニラまんじゅうニラまんじゅういや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 、はいはいはい、まあまあまあそうですよね。だから、うん、なんで古生物学やなんや言うてんですけど、うん、やっぱどこに何がおるかっていうのを調べていくと、うん、当時どこまでが海やったかとか分かるんですよ。そうですよね。そうなんですよ。だから日本列島もなんだかんだ言いながらこう沈んでたり、うん、こう起き上がってきたりとかいろいろやってるんで、うん、何年ぐらいに、だって変な話陸地の中からそんなの出てきたりするわけですよ。あそっか、山からとかね。そう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 、うん、山の上から出てる、山の上にその貝の化石があるってどういうことなん、うん、みたいな話な。昔は海やったってこと。そう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 、うん、海やったのが要は隆起したのか、 あるいはこう、こうぐーっと押し上げられてこう陸地に上がってきたのか、いろんなパターンがあるんで、そう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 、そういうのを見るのにやっぱ化石が出てくるっていうのはすごく手がかりになるので、この化石の日ってすごい重要なんですよね。そうですよね。そう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 、まあ、特にあの、日本に鉄ニラまんじゅうは違うよ、ミラビリスです。ミラビリスですよ。ミラブルだ誰がシャワーヘッド、シャワーヘッドめっちゃ欲しいんですだからこれ選んだの。ミラブル、ミラブルからミラビリス、はい、あ、なるほど、落ちました、はい、そうですはい、ということでですね、はい、今日はですね、はい、またあのインタビュー行ってきました。お、はい、でこれがね、あのね、もう見てもらうとね、うん、なんて言ったらいいかな、あの目が良くなりそう、目が良くなりそう、もうずーっと山の中の、あの緑がずーっと出てくる感じ。もうだからあの映画館入ってずっと見ながら、あの遠くの あそこに何がおるなとかっていうのを、うん、あの見ながらやっといてもらう。映画終わったらものすごい視力が上がってくるなんかすっきりしたわみたいな。そうそうそう、いやまあまあそれ冗談なんですけど、あのドキュメンタリー映画の木こりという、作品がありまして、その監督の、宮崎正樹監督に、インタビューをさせていただきました、うん、はい、飛騨の、はい、あの山奥の、実際にいらっしゃる木こりさんに1年半取材をされて、で撮られたんですけど、なんで木こりなんて、うんうんうん、木こりってもう最近全然聞けへんやん、うん、ですね、うん、で、うん、あのなんていうの、その木を切る木こりって聞いたらさ、なんかこんな まさかりみたいなのさカーンカーンって打ってみたいに思うじゃないですか、うん、さすがに今やってないのね、それ。チェーンソーみたいな。そう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 、ウィーンってやってんねんけど、でも昔ながらの、あのっていうか木こりには木こりのやり方がやっぱあるのね。でそれを、まあ、今あの現代のもう言ったら相当お年の木こりさんがお弟子さんを取られてて、そのお弟子さんたちにそれを伝えたはるんですよね。でまあその1年半追っかけたドキュメンタリーを。だから別にね、なんかすごいイベントがあってこのイベントを乗り越えるにはどうしてるか、そんなんが出てくるんじゃなくて、本当に木こりの1年半を、まあ、あの いろいろ順序はあれ言ってこれ言ってはあるんですけど、あの見せていただいてる。で なぜ木こりっていうタイトルで、なぜそういう内容になってるのかっていうのを、宮崎監督に、お話お伺いしてきましたので、そちらのインタビューをご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで、このプレゼンありかなしか、スタート。60年ほど経ったヒノキ、伐採をして苗を植える。山はそうして維持されていく。裸になった山に二
再び苗を植え、次の世代にその伐採を託す。木こりはその循環を担っていた。はい、ドキュメンタリー映画、木こりのですね、監督でいらっしゃいます、宮崎正樹監督ですね、にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、監督の方からこの木こりという映画はどういう映画なのかという概要をちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。みんなその木こりってのは何だと思う人が出てきてるぐらい、木こりって何？っていうような感じになりつつある世の中、何やってんだよ教育は、文部省は何やってんだよと思うくらい、その木こりが知られなくなってきた。で、木こりの実態、木こりっていうのはこういうことをしてるんだ、こういう仕事をする人を木こりっていうんだ。で、この木こりたちはじゃあ何してるんだよ。山行って木を切ってるんですけど、実は木を切ることが山を守ってるんだ。そうですね、はいはい、っていうことを知らせたい、そういうストーリーになってます。はい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 。ちなみにその木こりさんっていうのは、なんかそのこの期間は伐採するけど、この期間はしないとかあるんですか？いや、今のシステムはそのどこに所属してるかっていうことだけど、はい、当然営業マンっていうのは、はい、いますからね、はい、山を買ってくる、はい、売りたい人を探して山を買う、うん、はい、で、あるいは国有林なんていうとこ入るとこもあるんで、うん、この仕事が終わったらこっちの仕事だよっていうふうに一年中あるわけです。あ、なるほど。うん、ただその場所によりますけど、うん、雪の深いところはやっぱ冬になると少なくなっちゃう。まあ、だから割とね、高山とかそのあっちの方って冬は雪深かったりとかすると思うので、うんうん、まあこれもね、雪も欲しかったんですよ実は。ところがね、あの年は雪が少なかった、うん、はい、で、今言ったその山を守ってるっていう、うん、なぜ守んなきゃいけないんだっていうことですよね、はい、うん、で、これは本当小学生で習うはずなんですけど、はい、山の紅葉、はい、山がなぜあるか、山がなぜ必要だっていうことになるかっていうと、実は山というのは私たちがこうやって吸ってる空気、はい、酸素を作ってるんですよ。そうですね、はい、植物が光合成によって酸素を作るって小学生で習いますけど、その圧倒的な量を山が作ってるんですね、はい、と同時に降った、雨の水を蓄えてくれてるんですね、はい、この水をみんな飲んでるわけですよ今。そうです、そうです。だから水と酸素、はい、これを、作り出しているのは山だよ。非常に残念なんだけど、山も、うん、その水を蓄えるんですけど、はい、そのキャパシティが決まってるんですよね。それが今最近そのキャパを超える雨が降るもんだから山崩れなんか起きちゃうわけですよね、はい、それと手入れしてない山が多いから、手入れしないから崩れていく。とにかくその間伐、間の伐ですね、はいはい、間伐をして間引きをして必要な、木だけ残してこいつを大きく育てようっていう、そういうのはやってますけど ね、やらないとやっぱ山はダメになる。ダメになりますよね。だから保水量っていうのはやっぱそういう、そうですね、どれぐらいしっかりと生きてる木がいるかっていうところによって全然変わってくると言いますからね、うん、はい、映画を見させてもらってすごく強く思ったのは、本当にこれその木こりっていうその、まあ、ある意味失われつつある文化をそのまんま取ろうとしてらっしゃるんだなってすごく思ったので、うん、余すところなく撮ってやろうっていう、なんか監督もすごいなんか執念みたいなものを感じたんですけど、1年5ヶ月ぐらい通ったんですけど、はい、ドキュメンタリーを撮るっていうところでやっぱり一番必要なのは対象者との関係なんですよね、うんうん、関係性で、今回の場合はこの山の木こりのおっちゃんたちとできるだけコミュニケーションを取って、うん、全てを取ってやるぞっていうのを分かってほしくて、うん、こうだんだん近づいていって、はいはいはい、その結果こういう映画ができたっていう、はい、そういうことですね。だから関係性をは取れないとやっぱドキュメンタリーっていうのは作れないですね、うん、そうですね、うん、はい、だから
こそこの映画ってすごくその木彫りさん の、うん、あの何をやってらっしゃるのかっていうのがものすごく見えるし、うん、それこそそのお弟子さんの成長まで見えてくるっていう。そうですね、とやっぱ技術の伝承っていうのはこういうことかなと思ったんですけど、うんうんうん、あの木彫りの親分はこうさーっと切り倒すわけでね、はいはいはい、で一番最近になった弟子さんというのはこんな10センチぐらいの丸太を切れないのね。ですよね、ですよね。皮が落とそうとしちゃうんです。あるいは本当スパ素人だとスパンと切れば終わるんだろうけど、そういう切り方じゃないんですね、木こりは。ちゃんと受け口を作って、でこっちから入れて、切り倒す。そのことを彼は学ぼうとして一生懸命悪戦苦闘してですね、こんだけなのね、そんなのさっさと切っちゃえよと思いながら私カメラ回してましたけど、やっぱそうはいかないんですよ。そうですよね、彼はやっぱちゃんと切り方を覚えようとしてこうね、いやあ皮落ちるっていう感じになっちゃったんですけど、やっぱそういうことなんですね、技術の伝承ってね。だからまさにこう木こりの今の現代の木こりの姿をそのままこう見せていただいてるっていうものすごい贅沢な時間だな、はい、ありがとうございます。今回の映画のタイトル、その木こりっていう、はい、あのシンプルな、はい、そのまんまのタイトルにしたんですけど、はい、これはその大きい理由がありまして、はい、林業の大元、大親分であるその林野庁が、はい、まあ、林業白書っていうものを出してるんですけど、これは毎年出すんですけど、はい、ここのところ木こりという言葉を使ってないんですよね、はいはいはい、じゃあ何を使ってるかっていうと林業従事者、はい、まあ、なるほどな。いや、もう本当にもうなんか不粋な言葉ですねで、なんでかっていうね、どうも秘めた理由が見え隠れするんですけど、はいはい、林業はまだ近代化っていうのはちょっと遅れてたりして、はい、近代化っていうかその機械化っていうか、はい、それを目論んでて、はい、今ハーベスターとかいろんな名前で呼ばれてるんですけど、はいはいはい、機械で木を切る、はい、ガッと掴んで、はい、ブシュッと切って、はい、で横倒しにして枝をバババッと切って、はい、これはどうも人の20倍だそうですね。だからこれをその林野庁なり何々は進めたいわけなんですね。でただこの、この機械を扱う、人は木こりじゃないんですよ、すでに、うん、オペレーターですね、はい、うん、だからオペレーターが悪いっていうんじゃないんですよ、うんうん、オペレーターで木こりなんていう仕事は必要ないんですよ、はいはい、従って、この林野庁ちょっと木こりっていう言葉をその林業白書なる、ね、その大切な本の中に使ってないのかなと思って腹を立てる、はい、そんな部分もあったりして、はい、木こりはいるぞ、うん、木こりがいて山を守ってんだ、はい、俺らの命を守ってくれてんだぞ、うん、そういう映画にしたかったんですね。いや、もうそれは本当に、まあ、伝わってんじゃないかなってすごい思いますよね。じゃあ最後にですね、見てらっしゃる方は皆さんにですね、監督から一言メッセージをいただければと思います。我々、忘れちゃいけないことって人の中にあると思うんですね、はい、だから都会の中に住んでて山は見えない、うん、でも山がこの遠くの方に山があることによって私たちは命を長らえて命をつないでんだ、山について考えてもらいたいですね、うんうんうん、そんな映画です、はいはい、まあ、これは必要なんですよ、やっぱ。いや、うん、そうだと思いますね、うん、私たち山が、さっきも言ったんですけど、山がないと心の支えがなくなっちゃう、うんうん、実は日本人の中には山文化の DNA が流れてるんじゃないかと私は思うんですよ、うんうん、まあ、今本当にあれですから、山ブームやったりとかもしますから、ソロキャンプとかですから山入っていくのが割と流行ってたりとかするんで、あ、そうですね、そういうところから山に親しんでもらって、うんうん、この山を大切にしなきゃ、うん、大切にするためには木こりが、木を切らないと山はダメになるんですよね、うんうん、だから山を守るために木こりがいる、機械で、ね、切っちゃダメですよ、やっぱ。そうですね、うん、ということで、ドキュメンタリー映画木こりの、宮崎正樹監督に、ね、インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、はい、ということで終わりました。い
やー途中でね自主規制入れましたけど ね、はい、まあ、なかなかねあのチャーミングなあの監督なんですよ、うんですね、はい、もう喋り口もあのまんまで、うん、なんでしょうね、その例えば起伏がある作品じゃないんですよ本当に、うん、なんかすごいアクシデントが起こってなんか誰かが救急車運ばれたとかそんなシーンは一切なくて、うん、なんだったらあの、木切ってるか飯食ってるかってあ本当にどっちかしかないぐらい、うん、でそれなんでですかっていうと、うん、実はね木こりでちゃんと飯食えるんだぞっていうことを示す意味で飯のシーンがすごく多いんですよ、うん、あのだから、山小屋があるわけですよね、うん、その山小屋であのなんか愛妻弁当とかなんかを食べてたりとかするんですよね、うん、でそのシーンがやたら多いし、うん、でその木こりの、その、親分で出てきはるその棟梁がいはるんですけど、うん、その棟梁なんかはもうあのなんか自慢したはったらしいんですけど、あのシーンの中には出てこないんですけど、うん、俺はこの木こりの仕事であの4人の娘を育て上げてあのちゃんとあの嫁に送り出したんだよっていうのがあのまあご自慢やったりとかするっていうぐらい、まあちゃんとやればちゃんと食べれるよっていうことをある意味そのそういう言葉を使うんじゃなくて絵で見せるっていうことであのそういうシーンが多いらしいんですよね、はい、まああの飛騨料理めっちゃうまそうやったけどねめっちゃうまそうとか思って見てましたけど、はい、あの家族団らんであの一瞬ちらっと出てきてましたよね、あのすごいたくさんの家族がなんか鍋囲んでるみたいな、なんかねあの食卓囲んでるみたいなシーンとかありましたけど、いやあれは食ってみたいなと思いましたね、ぜひそんな目でも見ていただければ、はい、かなと思うんですけど、はい、ということで今日はですね、はい、マルバツは、はいはい、私が行います、はい、ということで、行きたいと思います、はい、はい、このプレゼンありかなしか判定、はい、はい、矢崎監督丸出ましたので、はい、安心してください、はい、はい、という感じなんですけども、最初からあのペースでずっとあのお話ししていただけてすごいあの話しやすかったですしね、あの監督ご自身も実は出身がね下呂市、あの下呂温泉、うん、で高山のすぐ近くでしょ、だから まあ、あっちの飛騨地方の方なんですよね、だから地元のそのそういう木こりっていうのはやっぱ残していかなきゃいけないよねっていうので、うん、まあ、取られたっていうところもあるみたいですけどね、うん、はいはい、まあ、あのぜひですね、まあ、これ、ちょうど14日昨日からね、上映が始まってますので、うん、はい、ちょっとですね、まあ、秋ですからね、ですね、ね、あの、うん、山に行くのちょっと遠いなと思ってる人は映画館で山の風景を楽しんでいただければと、木こりさんの日常をね、はい、でしかもね意外とねあのね木を切り倒すシーンって快感なんですよ、ああ、うん、でも、うん、あんなでっかいのうわ倒れんのみたいな、うん、まあ、ですごい大きかったですもんね、大きかったでしょ、大きかったでしょ、うん、でねあれ面白いのがあのねお弟子さんたちは何人がかりかで太いのを倒すんですよ、で一番最後のシーン、あの棟梁が一人で樹齢200年のやつ倒すんですよ、すごいっすよ、うん、あれ倒れるシーンはやっぱすごいなっていう、で、あの宮崎監督が言ってたのはね、あの棟梁がね切り倒す時にイエーイスパンってやった瞬間に後ろ背中向けるんですって、かっこいい、で背中向けたらガタ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 バターンって倒れる、かっこいいいやなんかそれあのチャンバラの切った後に相手に背を向けて相手が倒れるみたいな、なんかそんな感じじゃないですか、うん、みたいな、なんかかっこいいんだよねみたいなそういうのも見れるってことですね、そうなんですよね、はい、ぜひそういうところも、ね、キコリバージョン、はい、はい、見ていただければと思うんですけども、はい、ということで、今日はドキュメンタリー映画の、木こりのですね、宮崎正樹監督のインタビューをお送りしました、ありがとうございました、はい、ということで、次あゆみ、はい、次のお店の情報です、はい、はい、次のイベントは10月28日金曜シアターです、はいはい、ヨルカソルカさんの、はい、眠り日の精霊を、はい、上映いたします、はい、時間は18時会場の19時スタートになります、料金は1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、一緒に演劇映像を楽しみましょう、そして
チョイスな日ですね。はい、ロスティンパワーズ祭りです。祭りですね、はい、祭りをします。はい、三作ね、楽しみたいと思いますので、うん、ぜひお越しください、はい、お時間の方それぞれちょっとバラバラになってますので、うん、ホームページの方でご確認ください。ワンチョイス1500円、ドリンクお貸しとなっておりますので、ぜひこちらの方もお越しください。はい、はい、そして私たちは人間だ、はい、来ました、はい、11月3、4、5、6の4日間で上映会がございますので、はい、ぜひぜひお越しください。3日の日の、3時じゃないわ、3日の日が、監督の舞台挨拶がございますので、はい、ぜひそちらの方もね、お越しくださいませ。はい、はい、来週の舞台で説明いたしますので、はい、こちらの方もお越しください。はい、はい、ありがとうございました、はい、さあ、じゃあ行きますか。はい、はい、行きます。今日のグッチャイということでですね、はい、今日はですね、なんと新作映画をちょっと紹介したいんです、はい、はい、めったにここはね、旧作が多いんですけど、はい、新作映画の、紹介をしたいと思います、はい、はい、新作映画、七人楽隊。はい、なんか聞いたらなんかね、このドローっていう音楽が聴けるのかなと思うんですけど、実はそうじゃなくてですね、香港の映画監督7人 の、 映画監督のオムニバス作品で七人楽隊ということで、まあ、有名な監督すごいたくさんいるんですけど、もう僕ら世代はやっぱサモハン・キンポー、みんなね、サモハン・キンポーって僕らの世代でいうとやっぱりジャッキー・チェンとかと一緒にね、はい、いろいろ呉服製とかなんかいろいろな映画に出てて、コミカルな、はい、ね、アクションをやったり、そういう役をされる、役者さんっていうイメージがね、お笑い担当ね、お笑い担当っていう、なんかユンピョウが2枚目担当で、はいはいはい、ね、ジャッキーが熱い人担当で、はい、サモハン・キンポーってやっぱちょっとお笑いっていう、はい、なんかそういうイメージがあるんですけど、はい、実は彼は監督としての方がある意味有名かもしれない。特に最近の方なんて監督としてのサモハンしか知らないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、まあ、サモハン・キンポも、参加している新楽隊というのがありまして、でこれがですね、はい、すいません、見てないんです、僕まだ。まだ見れてないんです、まだ見たいんですけどね、ぜひまた映画館で見たいなと思うんですけども、これがですね、どういう作品かといいますと、ジョニー・トーのっていう監督がいまして、はい、ジョニー・トー監督のプロデュースのもと、香港で活躍する7人の監督が1950年代から未来まで、さまざまな年代の香港を、綴った7作で構成されたオムニバスというものですね、はい、で、50年代、必死にカンフーの稽古に励んだ幼い自分と、仲間を描くサモハン監督の自伝的エピソード、稽古という、まあ、稽古という作品とか、教育に生涯を捧げる、校長先生と、彼を慕う同僚の女性教師、とかつての教え子たちを描いた、アン・ホイ監督の、校長先生、あるいは移住を控えた恋人たちの別れを、スタイリッシュな、映像で描いたパトリック・タム監督の、別れの夜、それがですね、ユエン・ウーピン監督が香港を離れる孫と、香港に残る、祖父のユーモラスで温かな交流を描いた怪奇、怪奇から戻るっていう意味の怪奇ですね、はい、で、香港の、飲食店を舞台に大儲けを夢見る一般市民が株価に右往左往する、姿を、ジョニー・トー監督が描いたボロ儲け、これものすごい、めっちゃものすごいですこれね。で、香港の変わりざまに翻弄される男を描き、本作が遺作となった、リンゴ・ラム監督の道に迷うで、あとは、病棟舞台に、畳みかけるセリフ群が展開するツイ・ハーク監督の、深い会話、ね、7作すべてがこれね、これすごいですよ、7作すべてが、フィルム時代に敬意を表し全編35ミリフィルムで撮影されたっていうことがすごいんですよね。だから見ていただくと、そのなんでフィルムの風合いっていうのがやっぱ出てくるんです。で僕らもデジタルで撮るじゃないですか、デジタルで撮んねんけどフィルムっぽくしたいねんってグレーディングやる人にお願いするんですよね。だから灯も実はフィルムっぽくしてって言ってお願いして、
あのフィルムルックな感じでやってたりとかするんですけど、うん、はい、2020年、第37回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション作品が、うん、まあ、この、死に学隊なんですけど、うん、日本では、同年の、2020年ですね、第21回、東京フィルメックスの、特別招待作品として上映され、観客賞を、受賞したと、いう、市民楽隊という作品ですね。はい、もうね、やっぱね、フィルムってね、なんでしょう、全然だからまた違うんですよね。で、あのフィルムってあんまりこう、あの失敗できないんです、現場。そうですよね。うん、あのやっぱどうしてもお金かかるんで、はい、フィルム自体もお金かかる上に、あの現像とかにもものすごい時間がお金かかりますからね、うん、はい、だから今なんかだったらもうデジタルで撮っちゃえばデータで残るんで、うん、記録媒体さあれやね、うん、あの何歩でも撮ろうと思えば撮れるから何回でも撮り直しが効くみたいな話にもなったりとかするんですけど、うん、フィルムはまたそういうわけにいかない緊張感があるっていうかね、うん、オムニバスということは、はい、ショートが、そうですよ、そういうことですよね、はい、はい、もう20分ぐらいぐらいなんですかね、はい、集まってるってことですよね、多分そうでしょうね、はい、すごいですね。いやでもそのね、クラスの監督がそんなショートを撮ってるっていうこと自体もすごいじゃないですか、そうですよね、めったにそんな見れないですから、うん、はい、あのぜひですね、はい、あのこれは映画館で見ていただければと思います、はい、あのこの辺出してますんで、あのぜひ、はい、はい、どこでいつからかっていうのも含めて、あの14日からやってるはずなんで、うん、はい、あのぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日は、市民楽隊をご紹介いたしました、はい、ということで今日のグッチャーイでした。はい、このエンディングでございます。はい、はい、まあそうですね、木こりもそうなんですけどね、うん、やっぱなんでしょうね、あの伝えたいことがある作品っていうのはぜひ見ていただきたいなとすごく思いますね、はい、まあ、それだけに押すときにすごく熱くなってしまうんですけど、はい、まあ、僕らはその作品を作って、まあ、でも作るってことは見てもらうために作ってるんですよね、でだからやっぱりどん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 いい作品は見ていただきたいということをお勧めしていきたい、いたいと思ってますし、またどんどんですね、このね、マテリアルを使ってそう、ね、たくさんの人に見てもらえるように、ね、はい、やっていきたいなと思っております。またね、いろんな、ね、お声もかかってきてるみたいですけど、ね、はい、この間 の, マテリアルで、ね、劇場扱いみたいな回をやったら、あれ見て問い合わせも来てるんです、はい、ということなので、皆さんまたこの今後も情報を、よくチェックしておいていただきたいと思います、はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。一番